近所食べてやるねと思いますね。曲げます。近づく。ここに、これだからって。わからないで相手を。それこそ、ここをいかにして。そうです。だから、角度的にこう、こう開いてっちゃうっていうのはダメです。開かないように体のいろんなパーツを使って相手が見やすい角度を常にこう作ったわけだから、見やすいから相手は握る。まあ正直ガッチリ持たれてこういけなかったのでやってるだけです。このままこう曲げる、この挟む前足の、くぐるってみんなこういう動きをするんだよね。くぐるっていう用語が間違ってるのか。足出してもこうしましょう。なんかどうも僕がくぐってっていうとみんなこう俺もくぐるよりこうやってするんだよ。くぐらずに前にこう圧力かけてるのが大事ですからね。足出したと同時に体回してなんか一定の相手が一回この方向に崩れたら、これをこうすると思うんですよ。こう決めても、こうすると思うんですよ。あとは、加え始めた力がずーっと、この辺すごい張ってるんですよ、あと終わるときに、このままやると、肩外すのが大事。この手首、相手の肩としても、受けの方は、もう握ってない方の手が外側に来るの、足が外側に、これを外側に大体横に並ぶようにすれば自分は怪我しないので、障害が取られた瞬間にすぐにこうなる、背中合わせ、まあ、横に一直線、このままこう受けられて横に出る、これは交差で、これは餅つきサインでございます。肘を使って、足を出して使って、かがみ、さあ、で、です。これを、肘を下で前に出て、こう引き込み倒すような感じ。同時に自分の足が出ます。下からこう、かがみ、上がる、この状態で。したらこれ指下にやって、こう3つの手が一致したい、指も近づいて上に進む、で、こうあるとバテたかもしれない、あんまり疲れない、はい、片手転換します。すみ落としのようで上から掴みます。開いてますか、足を片方から入れるのを上から一致したい、最後はこのままスッと押さえて、形的に母胸の形になるからそのまま切れてみる、はい、片手取りの半身半身、この手でこう押していきます。覚えてる？あれ、友達さんだったらそうかもね。こう、内側に手を入れて押します。右手に当てた左手出してくださいです。落としてから、ここ大味噌です。膝を落としてから出します。で、この前に膝出た膝を内側に畳んで、こう回る、それでやると、それが難しい、これでやると、非常にやりやすいです。あの、足さばきを丁寧に一個ずつやっていけばそんなに難しくない。こう出ます、落としてから出す、この膝を
うちにつけるときにこう回る。そうするとこう綺麗になこう回る。そう回す。なんか呼吸系の皆さんもね、随分あんま関係ない話なんですけど、ハミランたちの物手の仕事ない。どこからでしょ、今って思ったけど、どう見てもどう見ても真剣持ってる前じゃないって若干前が出る。リフォームアップ用に吸ってきて取ります。ここまでいつもと一緒です。手の間の中にこの時右手の方に出たら倒すのが忘れない。必ず足一丁ですね。これだこれ最悪必ず筋的ケア。点できたら開いて、ゆっくりポン。後ろ足もう手ここほぼ同時ですね。足と一緒にです。もう開いた時にこれがバカじゃなくて腰で。飛びますか？もう遠慮してるかも。別に飛ぶ方が実は逃げた。逃げました。すげえ逃げる。すげえ勢いに今、あ、逃げた。まあ、まだ逃げる。開いて、後ろ受け身でもいいですし、回ってもいいですし、本来この受け身は後ろ取れないんですけど、後ろ取れない理由は他の技と違って、これ処理っていうか、手が喉にある。これ後ろです。後ろ。後ろに行ったら、それこのままボーンっていっちゃうんで、本来、このまま受け身取ると、後頭部が落とされます。本当は回らなきゃいけないんですが、そこまでやらなくていいので、後ろでいいんです。後ろで受けるときは、必ず足揃えて、なるんだったら、後ろ足を前に持ってきて、こう。どうしよう。まあ、周りの状況と自分の使われ具合を話しながら。あ、柏瀬。ボンバーブレイ、こうやってますよね。これにしか使わないです。これにしか使わないです。下からうまく使って小指側が相手の親指の根元に持ってくる。外す、指を取って、まあ、自分の手元に乗せて、ウィーズで、最後にプッとこう、相手の真ん中のこの辺をクッ。分かりやすく言うとね、引き上げるんですかね。具体的な名称で言うんだ。上腕と上腕二頭筋と上腕三頭筋の間に筋膜があるんですよ。中間筋膜がある。中間筋膜をグッて引っ張るんですよ。中間筋膜をグッて引っ張るといいところが反応するんですよ。そうなんですよ。ここをそう、だから肘がちょっと上じゃないか。一回はどう、まあ、それをこう、これあんまこうやってやっちゃうと友部さんとか押していけなくなる。やっぱやるときは自分の体重を前にしながらやったんですね。抑えない、スカーダーツ、ハートです。回ります。で、これをゆっくりこう回して、だいぶ20分なんですけどね。ふん人で、ふんこれをちょっと練習しましょう。関節相当決まるんで、あんまり早くやるのと力を任せる。関節を痛まりながらやってください。実際ガチガチに決めたら多分うちの道場の中で一番痛いわけです。次パターンです。次は両方に入って、
こういうのかな、これは、これでかもしれない。さっきはこの間、今度は両手から内側からこうやって足をして、こういう感じで、っていう感じで、ね。はい、斜め側からね。こっち側は引っ掛けて、こっち側は肘です。そうだね。持たない。後ろでこう持って後ろで持って前足の方は動きられる、こっち側の方は肘が動きられる、この足を前にもう一周行ってみましょう。もう一周です。でも今これ友達しかやりながらいいランドリー用なんで、ここで後ろ足は出しながら、後ろ足出しながら、相手相当勢いを送るから、それで投げれますから、ね、ってやって、一応3パターン、これ緩っちゃいましょう。1パターン目が、2パターン目が普通に、2パターン目が、最後は、最後は、おぉ、これこのままは、肩で基本的には、見えないけど、最後はもう、こういう状態、回転投げの手で、回転投げの手で、回転投げよりよりは、回転投げよりよりはもうこれは抱きかかえるような感じでこう、多分、これが一番好き